モールの端から45cmの位置に板の端を合わせ、モールと木に穴を開け、ネジで留めます。定規のゼロが板の中央に来るようにモールと並べて置いた後、定規のゼロが重りの先に来るように重りを置きます。モールの上に鉄球を置いて、ゆっくりと重りに当て、重りの動いた距離を測ります。定規のゼロが重りの先に来るように重りを置きます。モールの上に鉄球を置いて、勢いよく重りに当て、重りの動いた距離を測り、ゆっくり当てた時と比べます。